では引き続きどうぞお楽しみください。遥かが分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。誰しも引っ込んでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。呆れた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ、あいつは元警官だ。警察の情報を横流してたのを俺が告発したんだ。そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組の奴らだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。